皆さんこんにちは。この度は情報知能学科に興味を持っていただきありがとうございます。私は学科長の牧野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは情報知能学科について紹介をさせていただきます。現在 IT 技術を活用したスマホ、自動車、ドローンといった機器や医療、金融などのさまざまなシステムは広く私たちの生活を支えており、もはやなくてはならないものになっています。人口減少や高齢化が進む我が国において、今後これらの機器やシステムには人に代わって人のように知的な動作を行い社会を支えることが強く求められています。これを実現するのがいわゆる人工知能であり、今まさに人工知能が求められ急速に発展しつつあります。情報知能学科はこのような社会のニーズに応えるために、知能を作り先進的な機器やシステムに組み込んで便利な社会を実現するということを目指した研究と教育を行っています。 IT エンジニアに求められるプログラミング技術はもちろんのこと、人工知能の開発・活用方法や知能を組み込む対象となる機器、すなわちハードウェアやシステムについてもバランスよく学ぶことができ、これによって人工知能の開発や応用に対応できる高度な IT エンジニアを育成しています。このようなエンジニアは今後ますます社会から求められ、最先端技術のさまざまな分野で活躍していただけることは間違いありません。続きまして、情報知能学科における学びについて説明させていただきます。まず IT エンジニアの最も基本となるソフトウェア分野についてですが、入学後1年生ではプログラミングの基礎について徹底的に勉強します。続く2年生では様々なソフトウェア技術について学び、3年生ではさらに高度な内容について学びます。これと連携する形で様々な演習科目があり、講義で得られた知識を実際手を動かすことで身につけることができるようになっています。このように学年とともにステップアップする学びによって、高度な知識を無理なく身につけることができ、その後の情報ゼミナールや卒業研究へと進むことができます。情報ゼミナールや卒業研究では、研究室ごとに分かれた少人数教育で、実力及び理解度を確実なものとすることができます。こちらは情報知能学科ならではの学びといえる分野で、IoT、AI、ハードウェアに関する学びです。まず入学後1年生では、IT 技術の心臓部ともいえるコンピューターや電子回路の基礎について徹底的に学びます。続く2年生では、機器に知能を組み込むための技術やコンピューターの構造について学びます。さらに3年生では人工知能に関する様々な技術やコンピューターの設計方法について学びます。ここでも講義と並行して様々な演習科目が準備されており、講義で得られた知識を実際手を動かすことで身につけることができるようになっています。これらを学んだ上で情報ゼミナールを経て卒業研究へと進みます。以上のようにソフトウェア技術と並行して人工知能やコンピューターに関する技術をバランスよく学ぶことによって、知能を持った機器やシステムを作る高度な IT エンジニアになることができます。続きまして、ここからは、卒業後の将来像ということで、少しお話をさせていただきます。情報知能学科で勉強していただくことでですね、知能を組み込んだ先進的な機器やシステムを作れる情報スペシャリストになっていただくことができます。従いましてですね、まさに最先端の分野でこの知能を組み込むという仕事についていただくことができます。具体的にはですね、機器やシステムの特性を理解して、それに適した知能を設計、そしてプログラミングしてまた組み込むと。これを繰り返すことによってですね、どんどんいい知能システムを開発していくと。こういうことができる、そういうエンジニアになっていただけるというふうに考えています。昨今ですね、AI が発展すると AI に仕事を奪われるとかですね、AI にこき使われるんではないかというような、まあいろいろな心配がねささやかれていますけれども、情報知能学科をね卒業された方はですね、 AI に使われるのではなく AI を作り使いこなすような高度な情報技術者になって活躍していただくことができるというふうに考えています。
AI はですね、今後ますます発展することは間違いありませんので、就職先もこれからどんどん広がっていくと、非常に、将来は明るいというふうに、考えています。こちらがですね、情報知能学科の卒業生の主な就職先になります。ソフトバンクなどのね、いわゆるバリバリのこの IT 企業ですね、NEC、NTT なんかもそうですけどね、こういうところに行かれる方もたくさんいらっしゃいますし、あと三菱電機とかね、日立とか、ありますが、いわゆる機器をね、製造するメーカーですね、こういったところに就職される方もたくさんいらっしゃいます。でそれ以外にもね、近鉄とか JR とかですね、他にもいろいろありますが、非常に幅広い、就職先があります。これはですね、情報知能学科では、AI を知って、で、ソフトもハードも分かるようなですね、情報プロフェッショナルを、育成していますので、非常にですね、幅広い就職先があるということが言えるのではないかと思います。はい、以上ね、情報知能学科についていろいろ紹介させていただきましたが、最後にということでね、AI をね、やってみたい人ですね。それから、情報科学について、広く深く知って、AI だけでなくね、様々な先端分野で活躍したいと思っている人。あるいはですね、ソフトだけでなくハードについてもバランスよく学びたいと考えている人はですね、ぜひ情報知能学科に来ていただければと思います。私たちは皆さんをお待ちしていますので、よろしくお願いします。それではこれでね、説明を終わらせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。